Nếu bạn đang làm các cái dự án liên quan tới IT thì chắc chắn sẽ phải check các cái từ vựng sau đây nhé.原因究明。原因究明。再発防止策。再発防止策。発生経緯。発生経緯。掲載。掲載。根本原因。根本原因。プロセスを遵守する。プロセスを遵守する。監査。感謝。ログ解析。ログ解析。不審なログイン。不審なログイン。脅威。脅威。調査の際には、御社の IT 担当者も加わって、ログ解析などもされたと伺いましたが、直接的な原因は御社のミスが招いたことで、外部からの不正アクセスや不審なログイン、脅威などはなかったということですね。